珍しいじゃん、ティアラが最後に起きてくるなんて。クソ真面目なお前のことだ。どうせフォールのことでも考えてたんだろ。彼女はどうして戦う以外に生き方を知らないなどと言ったのでしょうか。この世界にはびこる悪が彼女をそうさせたのだとしたら、私は。めんどくせえやつだな。んなことお前が考えても仕方ないだろう。そうや、むしろそういうこと考えなあかんのは最後にあの子を切ったわいの方や。そういうつもりでは。そういえばガルドさんはなぜあのザンクのもとにいらしたのですか。助けられたんよ、ザンクのやつに。フューリーを狙うフェンサーたちに襲われて、もうおしまいや思った時、突然現れたやつがバッタバッタと相手のフェンサーやっつけてな。今思えばただの気まぐれやったんやろな。けどワイは一方的に恩義を感じてザンクの手下になった。すぐにヤバいやつや言うことは分かったけど、その時にはもう抜け出せへん状況になっとったんや。そういう事情があったのか。みんな苦労してんのね。私の記憶もちょっとしか戻ってないし。だな。ちょっとしかってことはちょっとは戻ったってことか。あれ言ってなかった、死刑囚の塔で頭打った拍子に記憶の一部が戻ったみたいなの。聞いてねえよ。ごめんごめん、私女神様と一緒に邪神と戦ってたみたいなんだよね。思い出したのはそれだけ。頭を打って記憶を取り戻すか。これは非常に興味深い研究材料だ。アリンちゃん、ちょっとこっちにおいで。やだ、その妙な手つきは何。いいからいいから、ちょっとだけだから。まったく皆さん騒々しいですわね。本当にだが、それも悪くはねえだろ。ええ。始めようか、覚悟しな。アタックエフェクト準備をすらせば、はい、いくよ。どなたが相手かしら。行きますか。どうですか。行くよ。こいつも決まったわね。くらい。やったわ。力が。ユダです。興味出てきたね。どなたが相手かしら。行きますか。どうですか。さあ、とアタックエフェクト。チューニングスラッシュ。行け。とどめ。次。詳細データを。アタックエフェクト。ダブルアサル準備はいいね。じゃあ見せたれ。こっち。当然の結果だ。そんなものか。実験材料に。いやいや。
どうだ、行くで。興味出てきたね。止まりませんわよ。行きますわ。行きますか。どうですか。はい、図らせてもらおう。アタックエフェクトガムラーサル爆発。任せろ。まだ決まったね。行くべ。愛の必殺飛ばしたる。ガルトちゃん最高。ガルトちゃんだ。今度きやらせてもらう。アタックエフェクト中継にスラッシュ。このどなたが相手かしら。行きますか。どうですか。はい、惜しい。やった。新しい力。Thank you.
しゃいませ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。知ってるのか、ガルト。アポローネスはザンクと同じドルファ四天王の一人や。ドルファってパーティー開いてた会社か。ザンクとそいつがそこの四天王だって。ドルファホールディングスは一部上場の総合企業なんだよ。個人とか慈善事業にも力を注いでいて、地域密着型のとってもいい企業みたい。確かに地元民が就職したい企業トップ3に数えられている大企業ですわ。噂は本当だったんだな。キューリー集めに資金と人材をつぎ込んでいるって。ドルファが競争相手となると面倒なことになるかもしれないな。その通りや。しかもドルファ四天王アポローネスが出てくるとなると、これは相当手強いね。ガルドさん、ご存知ですの？ワイは直接会ったことはあらへんが、アポローネスといえばドルファの武闘派ナンバーワンフェンサーや。へえ、そいつはザンクよりも強いのか。だったらそいつを倒せばドルファでは俺がナンバーワンだな。いつもよりやる気じゃない。聞いて驚け。俺には今ビッグスケールな野望ができた。四天王を二人も倒せば、そのドルファって会社は人材不足に陥るはずだ。そこに俺がスカウトされてやるって作戦よ。は？考えてみろ。ドルファは大企業だ。きっと就職すれば金と飯には困らん。みたいな小汚いフェンサーを天下のドルファホールディングスがスカウトするわけなんてないじゃない。だいたいあんたサラリーマンになれるの？朝早く起きなきゃいけないのよ。そこまで考えなかった。今のはなしだ。とにかくフューリーを見つけに行きましょう。みんな気を引き締めてね。
ありがとうございます。ありがとうございました。
らせてもらう。キル、おまけ、寝てろ。どなたが相手かしら。根性見せたれ。次、分からせてもらおう。行くべ。アタックエフェクト魂マリサ、はいはい、ほら行くで。任せて。死ねえ。ちょうどいいで。さあ、すごい。アタックエフェクトチューニングスラッシュ、いけ、くらえ、踊れ。どうだ、お覚悟を。行きます。終わりですわ。あーいもないわ。行くべ。コメ、魂神、こいつもこいつも決まったわね。くらい、やったわ。グッ、ね、さて、アタックエフェクトサムラーサル、準備はいいね。おーや、こっち、偶然の結果だ。うん、さあ、すごい。アタックエフェクト準備のスラッシュ、わかって、いくよ。お覚悟を。いきますか。どうですか。テンション上がってきたぜ。図らせてもらおう。アタックエフェクトダブルアサルト、いくよ。こいつも、どうだ、芝居だね。コメ、エフェクト魂だ、こいつも決まったわね。くらい、やったわ。いくで。本当の力見たいかしら。はぁ、ほら、さあ、すごい。アタックエフェクトチューニングスラッシュ、いけ、とどめ。さて、アタックエフェクトダブルアサル、準備はいいね。おうよ、こっち、当然の結果だ。覚悟しや、トメ、アタックエフェクト魂神、いつもこいつも決まったわね。くらい、やったわ。どうなんや、ワイラの勝ちやで。ふっ、うまくいったようだね。覚悟しな。アタックエフェクト中心のスラッシュ、このやりゃ、寝てろ。いきますわ。いきますわ。どうですか。くでー、たーいもないわ。アタックエフェクトダブルアサル、準備はいいね。おうよ、こっち、当然の結果だ。芝居だね。愛の必殺お待ちだね。ガルドちゃん最高。行きますわ。ああ、今です。次、あら、この程度なん、やらせてもらう。アタックエフェクトチューニングスラッシュ、いけ、くらえ、とどめ。どうだ、さて、アタックエフェクトダブルアサル、準備はいいね。あんた見せたね。こっち、当然の結果だ。よし、聞かねえよ。あからせてもらおう。アタックエフェクトダブルアサル、バハス、任せろ。まだ、決まったね。こんなものか、計測終了っと。行きますわ。やらせてもらう。アタックエフェクト準備のスラッシュ、この、やりゃ、寝てろ。さて、アタックエフェクトダブルアサル、
ダハス燃えてきたぜ。やだ決まったな。うん、聞かねえよ。始めます。行きます。終わりですわ。あーいもないわ。トメ、こいつも、こいつも決まったわね。くらい、やったわ。今度き勝ったで。レベルアップや。チャンスや。やらせてもらう。アタックエフェクト、チューニングスラッシュ、いけ。とどめ。寝てろ。行きますわ。行きますわ。行くね。どうですか。あーいもないわ。測らせてもらおう。シバイタル、トメ。魂が。こいつも、こいつも。決まったわね。くらい。やったわ。今度き、ワイラの勝ちやで。溢れる。
ザワザ平野、見た感じどこにもドルファの影も香りもありゃしねえな。ドルファの香りって何よ。香水じゃあるまいし、まだ入り口だもの。もう少し先に進みましょう。ドルファの資格か。やったろうじゃないか。お覚悟を。行くぜ。アタックエフェクト中継スラッシュ、はい、分かってくるよ。抵抗するな。無駄だ。行くぞ。負けるわけだ。始めます。ほら次。分からせてもらおう。アタックエフェクトダブルアタック。行くよ。まだまだ行くぜ。こいつも。そうだ、芝居だ。愛の必殺、お待ちだね。ガルドちゃん最高。ガルドちゃんだな。遊んでますもんね。どこだ。信じろ。悪いがやらせてもらった。アタックエフェクト中継スラッシュ、分かってくれ。いくよ。寝てろ。覚悟を。行きますか。どうですか。こんなを見せたれ。はい、行くよ。アタックエフェクトダブルアタック、バース任せろ。やだ、決まったな。よし、計測終了。ま、当然の結果です。悪いな。
やらせてもらう。スキル。行きますわ。行きますか。どうですか。終わりですわね。アタックエフェクト、ダブルアタック。準備はいいね。追いついたね。こっち。当然の結果だ。いい感じだ。アタックエフェクト、魂さん。マリタ。はいはい。ほら。行くで。任せて。死角が死ねえ。この程度。やらせてもらう。だ。そこだ。一丁上がり。こんなな。お前はピアニストのキザ野郎。またお会いしましたね。よかった。あれからあなたたちのご無事を祈っていたんです。私も祈っておりましたわ。またお目にかかれますように。私もなんや、気に食わんやつやな。カッコつけおってだろ。よし、シャルマン、勝負だ。ちょっとファング、うるわしのシャルマン様に喧嘩売ろうっての。そうです、控えなさい。ファングさん、うるせえ、黙ってろ。こいつだってフェンサーだ。フューリーを探しに来たんだろ。だったら勝負するのが当たり前じゃねえか。いいじゃない、シャルマン様なら差し上げれば。あんたが持ってるよりよっぽど有意義だわね、シャルマン様。ありがとう。君たちの行為は忘れません。できれば僕もこの剣を血で汚したくはない。そうはいくか。てめえなんかに渡すかよ。フューリーは俺のもんだ。さすがだな、おっしゃる通り。こんな奴に渡すぐらいなら豚にくれてやった方がマシや。覚悟しな。アタックエフェクト、チューニングスラッシュ。いけ、とどめ。どなたが相手かしら。行きますか。どうですか。はい、詳細データを。アタックエフェクト、ダブルアサルト。行くよ。こいつも。どうだ。覚悟しや。アタックエフェクト、魂さん。マリタ。はいはい。ほら、行くで。任せて。遊んでますの。まだまだ行くぜ。今なら、行ける。どなたが相手かしら。ほら、行くよ。アタックエフェクト、ダブルアサルト。行くよ。こいつも。どうだ。こんなものか。アタックエフェクト、チューニングスラッシュ。いけ、とどめ。行くぜ。やるぜ。アタックエフェクト、魂さん。マリタ。はいはい。ほら、行くで。任せて。始めます。行きますか。はあ、どうですか。次、さあ行きますわよ。シュッ、行く、行くぜ。アタックエフェクト、チューニングスラッシュ。行け、とどめ。寝てろ。覚悟を。はあ、燃えてきたぜ。ほ
さあじゃない。アタックエフェクトダブルアタック、バハス任せろ。まだ決まったね。うん、芝居だね。アタックエフェクト魂さん、マリカ、はいはい、ほら行くで。任せて。死ねえ、勝ったで。うまくいったようだね。行くぜ。どうだ、どなたが相手かしら。今です。くで。次。さて、あ、それそこ。うん、芝居だね。愛の必殺お待ちだね。ガルドちゃん最高。ガルドちゃんだ。無駄です。覚悟しな。まだだ。どうだ、突き込んだな。よっ、行きますわ。まだだ、一丁上がり。消えなさい、今です。さて、あ、それ。くで。まだ。うん。覚悟しや。私の出番はまだかしら。くぜ。やるで。はっ、ちょいだ。そこへ。死ねえ。よ、いくぜ。そこだ、一丁上がり。お夜食に耐えたい。いきますわ。やらせてもらう。飛ぶ。次いきますわ。はい、燃えてきたで。詳細データを。あ、それ。よっ、まだ。行くべ。見えてきた。覚悟しや。はっ、どっちや。しまいや。よっ、上手だね。さあ、そこ。そこだ。どうだ。行きますわ。消えなさい。くで。はい、おしまい。やるで。無駄です。行くよ。アタックエフェクトダブルアタック。行くよ。こっちも。どうだ。こんなものか。計測終了。アタックエフェクト中心スラッシュ、分かってる、はい、いくよ。お覚悟を。はい、ほら。さて、痛いよ。おまけだよ。うん、芝居だね。私の出番はまだかしら。燃えてきたで。何してん。この程度。詳細データを。だ、そこ。うん、お覚悟を。行きます。終わりですわ。無駄や。覚悟ね。エフェクト重点スラッシュ、この次。聞かねえよ。行くよ。アタックエフェクトダブルアタック、バハス任せろ。まだ決まったね。
こんなものか、うん、レベルアップや。うまくいったようだね。覚悟しな。アタックエフェクトチューニングスラッシュ、いけ、とどめ。始めます。どうですか？燃えてきたね。アタックエフェクトダブルアタック。準備はいいね。そうよ、こっち。当然の結果だ。よし、芝居だね。アタックエフェクト魂狩り、いつもこいつも決まったわね。くらい。やったわ今度き。強くなったみたいだね。ふっ、よっ、さった、ふっ、よっ、ふっ、ふっ、さった、ふっ、よっ、さった、ふっ、さった、ふっ、さった、よっ。当然ですもんね。行くぜ。おまけ。おかしも。行きます。燃えてきたね。終わりですわね。明かしてもらおう。それ悪いね。行くぜ。何してんぐらい。行くぜ。今度き勝ったで。アタックエフェクト重心スラッシュ、このニャーニャー。どうだ、覚悟を。いきます。終わりですわ。あーいもないわ。もらおう。アタックエフェクトダブルアタック打発。私の出番はまだかしら。決まったね。うん、実験材料に。もらう。ブレッキル。おまけ。寝てろ。覚悟を。はあ。今。根性見せたれ。はい、任せてもらおう。やっ。痛いよ。やるで。はっ。どっちや。今度き。その程度。お覚悟を。やっ。はあ。はっ。はい、おしまい。やった。覚悟しな。そこだ。次。どなたが相手かしら。消えなさい。はっ。さて。そこ。おまけだよ。燃えてきたね。いい感じだ。はっ。どいた。おまけ。死ねえ。聞くか。飛ぶ。どうだ。突き込んだな。
うこそ。お待ちしておりました。ドルファに敵対するフェンサーたちよ。誰だお前？地獄への案内人ですよ。奥でアポローネスがあなたたちを待っています。そこでドルファ四天王の私とアポローネスがお相手しましょう。四天王が二人もかよ。ガルッド、この裏切り者、ドルファに盾つく者がどうなるか思い知らせてやる。そういう脅し文句はあまり好きじゃありません。覚えていますか？お久しぶりです。あのパーティー以来ですね。シャルマ、なぜあなたが。あらら、なんだか一人多いみたいね。しかも凄腕のフェンサーが。どうする？まあいい、いいかい君たち。私も相手をしようと思ったが、アポローネス一人で十分だ。アポローネスがまとめて君たちの相手をします。このドルファに弓引くノラフェンサーどもめ。アポローネスはすんげえ強えんだぞ。お前らなんて一握りだ。さあついてきたまえ。さあアポローネスよ、ドルファに逆らう愚かなこいつらに制裁を加えてやれ。来たか、ドルファの敵。そして我が魂と共鳴する者たちよ。お前はあん時の、お前がアポロネスだったのか。知り合いなんか。こいつにはでっけえ借りがあるんだ。ちょうどいい、ここで返させてもらうぜ。ファン、少しは強くなったか。そうでなければ貴様を生かしておいた意味がない。いでよセグロ。よろしくって。任せて。本気でいきますわ。さーっと。アタックエフェクト重点スラッシュ。このお覚悟を。さあやっ。さて当たれ。当たれ。芝居だね。愛の必殺お待ちだね。ガルコちゃん最高。ガルコちゃんだな。手加減せん。こいつすげえ強え。やれ、とどめだアポローネス。何しやがる。誰が助けてくれと言った。失礼、あの女性たちの悲しむ顔を見たくないので。
わ。アタックエフェクト、チューニングスラッシュ、いけ。ごめん。始めます。いきます。終わりですわ。まさか。始めるぞ。あからせてもらおう。僕ですね。やるで。止め。魂狩り。こいつも。決まったわね。くらい。やったわ。まさか。なるほど。ならばこちらも相応に。行くぞ。止められるか。詳細データを。ダムラーさん、ワハツ、任せろ。やだ。終わったな。やります。必殺一刀両断。どなたが相手かしら。行きますか。どうですか。次。こんな、こんなものかしら。ま、当然の結果ですわね。うそーん。アポローンですが負けた。ああ、どうする。次はパイガが戦う。バカ言うな。こんな時はまずは会社に連絡だ。逃げろ。まだ勝負はついていない。我が命の一撃、受け止めてみろ。ミント、初めて剣を交えた時から貴様には何かがあると思っていた。頑張りましたね。君がアポローネスを倒したんだ。このヒューリーは君のものです。当たり前だろ。なんでいちいち上から目線なんだよ。大体なんだよ。さっきは勝手に助けやがって。俺は一人でも十分に勝てたんだ。覚えておけよ。てめえのおかげじゃないからな。それは失礼しました。気に触ったのなら謝ります。どうかお許しください。よし、分かりゃいいんだ分かりゃ。何偉そうに。ファングってば。シャルマン様がいなかったら今頃あの世行きよ。まったく分かってないんだから。
せてもらう。キリッ、飛ぶ、行きますわ。行きますか。どうですか。終わりですわね。アタックエフェクト、ダブルアタック、バハス、行くね。やだ、決まったな、うん、僕ですね。食らいなさい、断罪の一撃。覚悟しや、愛の必殺、お待ちだね。ガルドちゃん最高。ガルドちゃんだ、テンション上がってきたぜ。勝ったぜ。強くなったみたいだね。よっ、先手必勝です。行くぜ。キル、飛ぶ、寝てろ。どなたが相手かしら。やあ、根性見せたれ。やります。必殺一刀両断、芝居だね。アタックエフェクト、魂さん、マリサ、はいはい、ほら、行くで。任せて。どないや、ワイラの勝ちやで。よっ、チャンスや。さーっと、アタックエフェクト、重点スラッシュ、このやりゃ。始めます。行きます。終わりですわ。詳細データを。アタックエフェクト、ダブルアタック、行くよ。こっちも、どうだ。よし、行きます。アタックエフェクト、サブルアタック、行くよ。どうですね。どうです、芝居だね。コメエフェクト、魂が、いつも、こいつも決まったわね。くらい、やったわ。どないや、ワイラの勝ちやで。こいつも決まったわね。くらい、やったわ。
さ。やらせてもらう。アタックエフェクト中心スラッシュ、このやりゃ。次どなたが相手かしら。測らせてもらおう。アタックエフェクトダブルアサルト、いくよ。こっちも根性見せたれ。よし、いきます。必殺一刀両断。やりましたね。力があふれる。優れたと。キャプテンメンバーで残念。やあ、一緒に来れ。あんたがフェンサーね。まあ、そ。ほう、きっとの目。不発に呼びかかりに必ず。お前と、まあ。なんとこれは。君たちと共に戦うこれから。これはいい。さった。どなたが相手かしら。はーい、ほら終わりですわね。測らせてもらおう。アタックエフェクトダブルアサルト、ガハス決まったね。やだ、決まったね。こんなものか。いきます。芝居だね。この程度。行くぜ。行くぜ。愛の必殺。お待ちだね。ガルドちゃん最高。ガルドちゃんだ。しまいや。カッタビ。シュシュ行く。覚悟しな。アタックエフェクト。チューニングスラッシュ。行きますか。詳細データを。アタックエフェクトダブルアサルト、ガハス本当を見せたね。やだ、決まったね。こんなものか。行きます。一つ行くべ。アタックエフェクト魂狩り、こいつも決まったわね。くらい、やったわ。死ねえ、勝ったぜ。ま、当然の結果。ふっ、チャンス。さあ、行こう。行きますわ。行くよ。アタックエフェクトダブルアサルト、バハス任
せろ。まだ決まったな。うん、やります。行きます。まだまだ行くぜ。行くべ。止まりませんわよ。さあてと、どなたが相手かしら。芝居だね。アタックエフェクト魂さん。マリタ。はいはい、ほら行くで。任せて。やったぜ。さて、アタックエフェクトダブルアタック行くよ。こっちも。どうだ。こんなものか。うん、いいエースが取れた。
決まったわね。くらい。やったわ。こんなお店だね。図らせてもらおう。痛いわ。はい。そこ。よし。計測終了。これでデータが取りやすく。さてと、アタックエフェクト中心のスラッシュ、分かってる。いくよ。次行きますか。はーい。なんだお手だれ。ほらあーいもないわ。悪いね。みなぎるのは力だけじゃない。うん、計測終了。強くならないと。先手必勝ってことですよ。やらせてもらう。アタックエフェクト中心のスラッシュ、このやりゃ。次どなたが相手かしら。いきます。燃えてきたね。終わりですわ。あーいもないわ。くらいな。投げるのは力だけじゃない。おまけだよ。こんなものか。くらい。チリッサンス。これでまた一つ。もらった。覚悟しな。アタックエフェクト中心のスラッシュ、分かってる。はい、行くよ。次どなたが相手かしら。はーい。こんじょ見せてね。ほら。はい、おしまい。計らせてもらおう。さあ、いつでも行けますよ。こんなものか。はっ、くらえ。行きます。万歳。やりましたね。実は君たちに提案があるのですが。なんだ、やる気か。いえ、これで僕たちはドルファのお尋ね者になってしまった。今後僕たちはフェンサーだけでなくドルファの資格にも狙われるでしょう。どうですか、一緒に行動しませんか。仲間は多い方がいい。シャルマン様のお力があればこの先怖いもの知らずですわ。ふざけんな。誰がこんなやつだ。そうやそうや、誰がこんなキザやろうと。こんな美味しい話に何言ってるの。まあいいじゃないか、こいつは確かに腕は立つ。楽できるぞパング君。仕方ね。その代わり俺がリーダーだからな。何でも言うことを聞くんだぞ。それが条件だ。はい、よろしくお願いします。何？アポロネスが敗れただと？は、敵は卑怯にも二人がかりでかかってきまして、差し物アポローネスも会えなく。愚か者！敵がどのような手段を使おうが負けることは許されん。我が社の大義は新世界の創造である。そのためには負けることなど許されないのだ。それは、いや、まことにごもっとんで。しかし四天王がザンク、アポローネスと二人まで敗れるとは信じられん。一体相手はどんなフェンサーなのか。どんな相手でも構わぬ、叩き潰せ。はは、次なる四天王で必ず。いや、私が行こう。ぜひ会ってみたいものだ。無論、会った瞬間に相手の首を私の足元に落ちることになるがな。よかろう。お前なら間違いはあるまい。は、お任せください。
では私も失礼オーバーって、次に戦うのが自分じゃなくてよかったとか思ってるんでしょう。うるさいな。でもバーナード様に任せといて本当に大丈夫かな。もし負けでもしたらまたあんたの責任になるかもよ。それはだからさ、帰りに一杯引っ掛けてこうよ。嫌なこと忘れてさ。そうするか。もしもし。はい、パパでちゅよ。今日はね、パパちょっと遅くなるからママに言っといて。え、ママが帰ってこなくていいって？今のなし、なしだからパパすぐ帰るからね。いい子にして待っててね。悪いが、今日はまっすぐ帰るぞ。たく、つくづく小市民だね、あんたは。しかし、温泉ってのはいいもんだな。戦いで疲れた体が癒されるぜ。でも僕が一緒でよかったんでしょうか。なんだかガルド君たちに悪いような気が。しょうがねえだろ。ロロがくれた特別無料招待券が4枚しかなくって、お前がじゃんけんで勝ったんだから。っていうか、お前の肌いくらなんでも白すぎないかな。へえ、昔からあまり丈夫な方じゃなくて。いいですね、ファング君は健康そうで。これは失礼、つい羨ましくって。ところでお前どう思う？フューリーを全部集めると女神とやらが復活して何でも願いを叶えてくれるって本当かな？ええ、僕はそう信じています。そのために戦っている。世界平和の夢を叶えるためって言いたいんだろう？もちろん、その夢が叶えば死んでもいい。くっ、うっさんくせえな。まずは自分だろ。自分、世界平和より明日の飯だ。無理して悪ぶらなくていいんですよ、ハング君。君は本当は優しい心の持ち主だ。やめろ、ケツがかゆい。子供の頃、僕の一族が暮らしていた村は邪神の血を引く者たちによって滅ぼされました。邪神？ああ、あのよくわからんやつな。なんだあれ。ええ、ひょっとして知らないんですか？知らん。驚いたな。何も知らずにフューリー集めをしているとは。相当変わってますね、君は。いいから教えろ、もったいつけるな。邪神というのは太古の時代、光の化身である女神と戦い、お互いに力尽き眠りに落ちた闇の化身のことです。女神が復活すればこの世には永久不変の平和が訪れ、邪神が蘇れば世界は終わると言われています。僕の一族はその邪神の血を引く者によって殺されたのです。生き残った母も邪神に怯えながら息を引き取りました。そして僕だけが残った。女神を復活させ邪神を永久に封印することは僕にとって敵討ちでもあるのです。ふん、見かけによらず苦労してんな、お前も。世界平和が実現されれば、善良な人間を陥れようとする悪しき者は全て排除される。僕は作り上げるんだ、誰も虐げられることのない美しい世界を。気持ちいい。戦いの疲れが取れるわね。っていうか、何ジロジロ見てんのよ。妖精の裸って初めて見ましたわ。意外と綺麗なお肌ですもんね。まあ、私には負けますけど。
何言ってんの？私の方がツルツルピカピカじゃない。胸だって私の方がでっかいし。何をおっしゃいますの？私の方が大きいですわ。私よ、私ですわ。無理して胸を張って大きく見せても無意味です。っていうかやめてください。触るの、先に触ったのそっちでしょ。やめましょう、無駄な体力を使うのは。せっかく温泉に来たのに疲れてしまいますわ。そんなことより、アリンさん、その後どうですの？記憶の方は。昔、女神様のおそばにいらしたって聞きましたけど。うん、それ以上は全然、まだ思い出せなくて。そっちの方はどうなの？フューリー集めて、一体どうするつもりなの？だから言ったじゃありませんか。世界平和のためです。そんな建前はいいから、誰にも言わないからさ、本当のことを教えてよ。人間だもの、もっと他に叶えたいことあるでしょ。ベタに億万長者にしてくださいとか。違います。あなたが私の何を知ってるって言うんですか。そんなに怒らなくても。私の体には。聞いたか今の姫。ええ、行きましょう。ちょっと待て、向こうは女だぞ。大体服はどうするんだ。こんな時に真面目になってどうするんですか。いいから行きましょう。ティアラ、アリン。あれはデススパイダーです。獲物を生きたまま巣に連れ帰り捕食する習性がある。任せてください。リシン、フェアライズ。了解。目標の脅威判定を認識、戦闘モードを発動する。やべえ、崖から落ちちまうぞ。下が川でよかったぜ。おい、大丈夫か？しっかりしろ。おい。くせえ。しつけえ奴らだ。アリンなしでも、こんな奴らなんぞには負けねえ。ファング、そう。ファングさん。無事か、ティアラ。ええ、ファングさんが助けてくれたからありがとうございます。なんだよ、らしくねえな。頭でも打ったか。初めてですわ、あなたが私を助けるために血を流してくれた人なんて。そりゃまあ仕方ねえさ、一応仲間だからな。私なんかのために。だからよせって、急に塩らしくなるな。俺としてはいつものお前の方がずっといいぜ。ねえファングさん。なんだ。一つ約束してください。約束？何があっても絶対私のことを好きにならないって。なんじゃそりゃ。私も絶対あなたのことを好きになりませんから。
喧嘩売ってんのか？いえ、真面目な話です。お願いです、約束してください。何言ってんだ、意味わからねえ。頭でも打ったんじゃねえか。ファングさんは何も知らないのです。私は、私の体には。ファング、ティアラー、ご無事でしたか、二人とも。ああ、なんとかな。さあ行くぞ、ティアラ。いやー、食った食った、久しぶりに満足したぜ。何が久しぶりよ、あんたはいつも食べ過ぎなのよ。少しはシャルマン様を見習ったらどうなの。僕は生まれつき小食なもので。さすがシャルマン様、生まれつき上品ってことよね。何が上品だ、こいつだって同じ人間だ。食ったらな、するもんだってするんだ。え、シャルマン様、そんなのするんですか。いえ、したことはありません。ほら、嘘つけ。まあまあ、よろしいではありませんか。そんなのしてもしなくても。ささ、行きましょう。おう、ティアラ、ゴチ。ほう、ご自分の支払いはご自分でお願いします。いつまでも私を当てにしないでください。ああ、分かってるよ、そんなことは。なんだよ、偉そうに。根性の腐ったお前が持ってる腐った金なんか誰が当てにするもんか。いいか、覚えとけ、二度と怒られてやらねえからな。その言葉忘れないでくださいね。ではお店の方、お支払いは別々にお願いしますわね。ありがとうございました。それではまずこちらの方から9800ゴルドをいただきます。おう、どうかなさいまして。何やってんのよ、財布なくしたとか。まさかね。マジで？マジだ。嘘！どうすんのよ、お勘定！お客さん、どうかなさいましたか？ああ、いや、その、なんだ。ティアラ、実は折り入って頼みがあるんだが。嫌ですわ。私のお金は腐ってますから。持ちやがって。こうなったら仕方ねえ。シャルマン、すまねえが。クソ、逃げ出しやがった。早っ。ちょっとあんた、どうも様子がおかしいが、まさか食い逃げするつもりじゃねえだろうな。ファングには前科があるしね。あれは誤解だっつったろ、しつけな。おお、やっぱり常習犯ってわけか。こうなったら出るところに出てもらおうかね。はあ、ふざけんな。飯の一杯や二杯でなんて心の狭いやつだ。あんたの飯なんか食わなければよかったぜ。それはいけませんな。うん、なんだこいつは。何この変な生き物、ぬいぐるみ型の妖精。我が輩のことなどどうでもよろしい。そこの青年、我が輩はずっと見ておったが、お主が食ったのは1杯や2杯ではない、10杯ではないか。悪いのはお主に間違いない。謝りなさい。嫌だ。謝れば金は我が輩が払ってやろう。ごめんなさい。ほうほう、素直でよろしい。よく見れば面構えもなかなかいけとる。いいの、若いもんは。ピピンの言う通りです。どうぞ店の方。ありがとう、変な生き物、お礼に教えてやろう。お前、頭に剣が刺さってるぞ。若いもん
が細かいことは気にするでない。我が輩が若い頃はそりゃあ豪胆に生きたものじゃ。昔は体に10本剣が刺さっとった。しかし全然気にせんかった。我が輩は強かった。そういえばモンスターを20体ほどいっぺんに相手にしたこともあったの。ピピン、もう誰もいませんよ。まったく一時はどうなることかと思いましたわ。今度から気をつけてくださいね、ファングさん。これもファング君の日頃の心がけが良くないのが原因と言うべきでしょう。いい加減大人になってね、ファング。てめえら、後で覚えてろよ。ところで青年よ。あ、また出た、変な生き物。そこに落ちている財布はお主のものではないのかな。あ、本当だ、クソ、会いたかったぜ、俺の財布。てか、お店に入る前に落としてたのね。まったく不注意なんだから。まさにその通り。仲間たちに心配をかけてはいかんな、青年よ。彼らの忠告を真摯に受け止め、人として正しい生き方をするよう心がけるべきであろう。大きなお世話だ。つうか人としてとか、よくわからん生き物に言われたくねえよ。でも仕方ないわよね。私に会う前はコソ泥なんかやってたぐらいだし。うっせえ、そんなの俺の勝手だろうが。なんと、それはいかんな。そのように堕落した生き方、フェンサーの風上にも置けぬ。我が輩がお主に同行し、道徳というものをみっちり教えてやろう。あら、いいですわね、バングさん。ついでに礼儀作法も学んだらいかがかしら。悪くない考えです。そうしたらバングも少しはマシなやつになるかもね。てめえら、いい加減にしろよ。つーか、おい、お前の妖精なんとかしろ。偉そうに説教しやがって。これは失礼しました。ですがピピンは僕の妖精ではありません。そもそも我が輩は妖精ではない、フェンサーなのである。はい、そして私が彼の妖精で、名前はソージと言います。これは意外ですね。どう見ても逆にしか見えませんが。人間、見た目より中身が肝心ということだよ。もっと見る目を養うがいい。だから人間じゃねえし。上辺の姿に惑わされぬよう、我が輩がしっかりと鍛えて死んぜよ。一度精進されよ。もう勝手にしてくれ。